スネフェルは古代エジプト、皇国時代のファラオで、エジプト大王朝の創始者である。在位は、紀元前2613年から、紀元前2589年。彼の父は、フニという説があり、イボ妹とみられるヘテプヘレスと結婚した。この説では、ヘテプヘレスが、正室の、スネフェルが、即室のことされている。この結婚によって、スネフェルは王位を相続した。 スネフェルとヘテプヘレスの間の子供にはエジプトで最大のピラミッドを作ったクフがいる。スネフェルは実はクフよりもたくさんピラミッドを作っている。彼が最初に手掛けたのはメイドゥームにある父国のもので階段ピラミッドから初めて神聖ピラミッドに作り直させた。その後、すぐそばに自分のピラミッドも作った。さらにダハシュールに屈折ピラミッドと赤いピラミッドを作った。 メイドゥーム近くのセーラにある小さな崩れピラミッドもスネフェルが作ったと考えられている。スネフェルの作ったピラミッドはどれもクフの作ったギザの大ピラミッドよりも小さいが、スネフェルがピラミッド建設に使った石の相対積はすべてのファラオの中で最大である。スネフェルの作った赤いピラミッド、屈折ピラミッドこのような巨大な建造物をいくつも作ったにもかかわらず、 彼の知性についてはあまりよく伝わっていない。パレルモ石の名によると、エジプト人はすでに質の良い木材を国外から輸入しており、スネフェルはレバノンから40隻の船でヒマラヤスギを買っていたとされている。また彼は貿易と戦争などの目的のためしないヌビア、リビュアで船を建造させた。当時の生活の様子はエジプト中央国時代に書かれた。 ウエストカーパピルスで知ることができる。言い伝えでは、スネフェルは賢く公正な支配者であった。確かに彼の統治時代は後に黄金時代とみなされている。ピラミッドの建設が一気に広まったように、彼の時代がエジプトの歴史の分岐点となったのは明らかである。ありがとうございます。